桜坂46フォースアリーナツアー2024新桜前線ゴーオンバックイン東京ドーム最終公演が6月16日東京ドームにて行われた3月2日のマリンメッセ福岡栄館を皮切りに3月27日のピアアリーナ MM まで全国4会場で8公演を実施した全国アリーナツアーの追加公演として グループにとって約2年ぶり2度目の東京ドーム公演となった今回は 15&16 日にわたり開催。国内のみならず海外からのバディーズ、桜坂46ファンも多数駆けつけ、2日間合わせて11万人を動員。16日公演はインターネット生配信も実施された。写真全39枚。 二度目の東京ドーム2デイズ公演を大成功のうちに終えた桜坂46桜坂46のグループカラー白が点灯したペンライトで会場が染め上げられる中、オーバーチュアが爆音で流れ始めると客席から地鳴りのような声援が鳴り響く。続いて、スクリーンに逆回転する時計が映し出され、ゴー音バック。のメッセージが表示。客席が赤一色で染まると、 アリーナ中央のミニステージに山崎店が姿を現し、華麗なソロダンスを披露する。彼女がパフォーマンスするミニステージがそのまま競り上がり、観客の頭上を移動。メインステージに到着した山崎はそのままステージ広大へと移動すると手にしたコインを宙に投げ、後方のスクリーンが左右に開きメンバーが登場し、山崎が東京ドーム、行くぞ、と叫ぶと同時に、 何歳の頃に戻りたいのか。からラ,ライブをスタートさせた。月のツアー本編での勢いそのままに彼女たちはエネルギッシュなパフォーマンスでツアーの集大成を提示。その勢いは、続くグルービーが泣かせてホールドミータイト。や、恋が絶滅する日、でも全く衰えることなく、一し乱れぬダンスと力強い歌声でオーディエンスを魅了する。 メインステージとアリーナ中央で左右に伸びた花道の二手に分かれた森田光と山崎のダンスバトルをフィーチャーした摩擦係数では先日活動再開をアナウンスしたばかりの小池みなみが曲中盤からパフォーマンスに加わりブランクを全く感じさせないしなやかなダンスで見るものを引きつけた。